以前に紹介した電動の剪定バサミ、私ひよちゃんと呼んでますけども、今回このひよちゃんに第2号が出ました。こちらです。ケブテックという中国の会社のようですが、こちらのバッテリーを入れてスイッチを入れて、で数回握ると作動します。今までのが、バイン P25 ノバという馬耕商事で扱っている電動剪定バサミですけれども、こちらも電源入れますが、もう一回鳴ってからそうすると動くようになります。それでどちらも切れる太さは同じようですね。25ミリぐらいまで切れそうですけれども、で細い枝の剪定をいっぱいする場合は口を細い枝バージョンにこういうふうに狭くするんですね。こちらも同じです。一回握ってこのように、これですと刃の返りが早いので、細い枝ならこの方が早く切れます。音の違いがありますね。で太い枝を切りたいときはまた握ります。これで太い枝を切るバージョンになります。こちらも同じ、これで戻りますね。それで最も大きな違いは何かというとですね、こちらは安全装置がついているので、まあ、例えばもし手を挟んでしまった時に切っちゃわないように、刃に触れている時はこのようになって握っても動かないんですね。このように刃に触れている時は動かないんです。ところがこちらは触れていても動きます。触れていても動きます。ここが怖いところですね。よっぽど気をつけないと、これは安全装置がありません。つまり雨などで手や枝が濡れているとバインの方は安全装置が働いて使えません。ね、だけどこっちは関係ないと思います。いけちゃいますよね。雨でも使えるってことですけど。ただし説明書には書いてありませんが、雨の日はダメよというようなマークが箱に書いてありました。ただ値段は安いです。こちらがハックマンしますけれども、こっちは1万なんぼですね。その値段の違いでしょうか。カウンターがないことや安全装置、バッテリーの持ちについてはちょっとあんまりまだ分かりません。どっちが持つかは。あとケースなんですけど、こちらはその安全装置のないケブテックの方ですけども、これ比較的しっかりしたプラスチックのケースなんですね。こちらのバインはですね、なんていうんですか、発泡スチロールっていうの、このね、これがね、チャッチですよね。すっごい軽いんですよ。こっちの方がしっかりしてますよね。やっぱ現場に持っていくとなると、このぐらいしっかりしてる方がいいですね。これはちょっと現場に持ってったらすぐ壊れちゃいそうなケースですね。そこがちょっと残念なところです。バインさん。で、切れ味については後で現場で説明したいと思います。ひよちゃん1号、ひよちゃん2号の紹介でした。私が電動バサミを使う理由は、とにかく手への負担の軽減です。そして電動バサミに求める機能は、どのぐらいバッテリーが持つかとか、
どのぐらいの太さのものが何本切れるかとか、そういうことではなく、自分の切りたいところで枝が切れるかということが最重要です。機械がごつくなって刃が厚くなると、細かいところに刃が入らなくなり、コジットで切りにくくなります。それほど強力なパワーは求めていないので、機械もなるべく軽い方が助かります。仕事柄、指の腱鞘炎と言われるバネ指がだいぶ悪くなってきて、手がとても痛いので、このひよちゃん1号2号には大変助けられています。ひよちゃん1号に比べると、このオレンジ色の2号の方がピーという音がいくらか小さいですし、機械音も少し小さく感じます。そして重さもこのオレンジ色の方が少し軽いので、できればこちらを使いたいですが、安全装置のことがちょっと引っかかりますね。もちろん植木屋が現場でこのような電子音を鳴らしているのは格好悪いですし、ご迷惑だとは思います。でもやはり体も守っていかなければならないので、ご理解いただきたいなと思います。細かいところや繊細な枝はやはり手でやるのが一番です。この方がいいに決まってるんですが、やはり痛みには耐えられない時があるんですよ。こういう少し太い枝を切る時とか、切った枝をさばく時とかは、やはりこれがあると助かるんですよ。木の奥の方で力が入らないところも、これだと楽に切れます。とても助かるのは梅の剪定ですね。特に梅の枯れ枝などはとても硬くて、枯れ枝が多いだけですごくめげてしまうんですけれども、このひよちゃんが助けてくれるようになってからは、明るく元気に作業できるようになりました。胴吹きや引っこばえなどの処理もとても楽です。今までノコギリを使っていたような枝も、このひよちゃんで楽に切れるようになりました。
人力でやってみるとやはり結構力がいるものです。とにかく梅の枯れ枝は助かります。最後に作業後の手入れなどについて少しお話しして終わりにします。強い力がかかるために樹液というか渋がよくつきます。渋取り剤を吹きつけて汚れのひどいところは少しこそいでやります。ちょっと置いてから拭き取ればきれいになります。いろいろ使ってみましたが、私はアルスの刃物クリーナーを使っています。詰め替え用もあります。特に受け刃のここが汚れます。最後に椿油などを塗っておきます。専用のケースがあるのかもしれませんが、私は道具屋さんでこのようなケースを買って使っています。腰道具が重くなりますが、まあ背に腹は変えられません。ちょっと苦労してますけど、こんだけのが切れりゃいいんじゃないですかね。特にこの枯れ枝がね、切れれば上等ですよ。このぐらいならね、このぐらいでも頑張れば切れる。こっちの方がちょっと強いかね。以上です。ひよちゃん1号と2号でした。